グリーン新曲明かりでした。下野翔太のショータイムレディオ。 CM の後は STU48 登場。時刻は10時15分待っています。この時間ゲストはこの方たちです。わー、こんにちは。こんばんは。間違えた。せーの、 STU48 です。瀬戸市。いや、そんなに揃わないことある。もう一回最後の言うやつね。じゃあ、せーの、 STU48 瀬戸内 BL 舞台です。よろしくお願いします。お願いします。公開リハーサルをお届けしました。サウンドチェックと、そして本番というのをね、兼ねて。素晴らしいです。はい、せっかくなんで一人ずつ行きましょうよ。はい、自己紹介。私から。はい、大阪府出身の藪下風です。お願いします。お願いします。お願いします。はい、兵庫県出身の門脇美奈です。よろしくお願いします。お願いします。はい、香川県出身の福田あかりです。よろしくお願いします。お願いします。いいの、ショートバージョンで玉ねぎとかやらなくてよかったの。どっちもかですか、乗ってくださるんです。いやいや、一応それやった方がいいのかなとお任せしましたけど。いや、でもまあ、ふーちゃん今日はいいよってテンションだったね。あ、そうふーちゃんがやんなかったね。あ、今日はそういうのかなみたいな。全部私のせいになっちゃう。いや、でもないのはないのでよくない。私ちょっと大人っぽい感じしますよね。いいと思います。ありがとうございます。ライブいっぱい喋るじゃないですか。はいはいはい。あ、すごい、なんかキュンキュン来ますね。その分共に時間を過ごせますってことですね。そうですよ。限られた時間ですからね。楽しみにしてきましたから。本当に今日これだけのために、あの半年前から準備してきたんで。いや、だって朝 MBS 出てたじゃん。めっちゃ長い時間出てたぜ。そうですね、ちょっと2時間遅い。なんかグーチョキパーでモデルの時はめっちゃ聞いてる、めっちゃ聞いてる。だいたいポーズは3パターンとか言ってたぜ。そうそう、生写真のポーズはグーチョキパーの3パターンできるよね、あれで。そうそうそう。確かに。いや、お二人もリモートで出てましたけど。そうね。決してショータイムビデオだけじゃないと思う。いや、もうこれがね、楽しみだったんですよ。もう詰めたらここへの伏線っていうか。そう。回収できるかな。伏線のまま終わってしまいそう。言ったら、いや、でもこの3人で揃ってっていうのは初めてじゃないかな。はい、初めてですね、3人は。いろんなバリエーション、まあ、竹野さんがここに加わったりとかするんですけど。はい。いや、だからもう最後ね、ふーさん間に合ったなっていう感じですよ。いや、嬉しいです。もう大阪、地元大阪でこう出れるのも嬉しいですし、メンバーね、こう一緒に話せるのも。賑やかなメンバーですね、今日は。賑やかだから楽しい。もう個性の塊ですから。そうなんですよ、もう楽しい。めちゃめちゃ個性がすごいじゃないですか。大阪しょって、いや、あなたに言われたくないと思うよ。いや、本当に淡路島しょって、香川しょって。いや、もうすごいからさ。門脇は今日もう全ての仕事で全部滑ってきたんで。そうなんですよ。ありとあらゆる滑りを受けてきたんで。そう、もう強いですよ。無敵の人ですよ。もう心は強いですよ。今すぐカーリングしろよ。どこまでもいけると思う。どこまでもいけない。オリンピック目指しちゃう。滑るってある、アイドルですよ。その滑るとか受けるとかさ、そのところに重きを置いてないでしょ。なんかちょっと真面目な感じのところで、そうね、行っちゃって、全部方向性を外してきたんですよね、今日。そう、期待してます。最後もうツルンツルンにしていただいて。ツルンツルンにしましょう。前回ですね、はい、2020年の2月にその時にはふーちゃんと、うん、滝野さんと、はい、金沖さんというね、うん、3人で出ていただいたというね、はい、とこなんですよ、うんうんうん。まあ、それからまたさらに遡ると2019年ちょうど2年前の今ぐらいに、はい、サードシングル大好きな人で滝野さん、門脇さん、そして福田さんで、はい、森の宮でキューズモールのとこでね、すごい、ユミコが今日いないんです。そうだ、録音おかえろく、なんか大阪弁の靴下もらったもん、あの時。帽子と覚えてくれてる。だ、大好きな人の歌詞を全部関西弁に直すとどうなるかっていうことよね。いい、楽しそう、そういうの。楽しかった、思い出したみたいな顔してるけど。門脇さん、あのテレビ入ってないんで今日全部声出してください。顔芸で、顔芸で伝えて。全然喋ってないね。あったね、あったわっていうのがあって、まあ我々ね、はい、瀬戸内タイムレディオというレギュラーでコーナーを持っていただいて、はい、うんうん、毎週毎週ね、うん、各メンバーの最新の、ね、メッセージを届けていただいた、はいはいはい、で公開録音があって、はい、昨年2月の、まあ、3人が来てくれたんですけど、はい、まあ、その時ちょっと福田さんいらっしゃらなかったんですけど、はい、どんな雰囲気だったのかまとめたので、はい、聞いていただきましょう。お宅の知ってるかな、門脇さんってメンバーいるじゃないですか。あー、うん、なんか聞いたことはある、はい、ありますね。ちょっとあの人さ、自由奔放すぎな、ステージで。はい、どこでもそうです。びっくりしたんですよ。初めて見させてもらって、ちょっとトークする部分がね、はい、あって、効果音使ったりとかするとこあったでしょ。はい。
押したら鳴るところです、ね、鳴るところ、はい、ここにいるんだけど、ちょっと自由にあの人させすぎじゃない？そうなんですよね、結構でも野放しにしている感じではあります。あれは一つの見せ場なんですか？僕ちょっとそうですね、初対面だったのであれがどうなのかなと思って。そうですね、割といつも、はい、ずっとあんな感じです。もうえいってとか言ってのに、はい、またそれでもボタンを押すみたいな。あ、そんな人です。はい、あの人だけ許されてる権限なのかな。許されてるっていうか、こ一応こっちも困ってはいるんですけど。だよね、早く出たいよね。あ、すごいすごい言われてる。やっぱ時間もあるしね、はい、次の曲の準備とかあるじゃない。そうですね、まだ、まあ、まあ、また片脇かみたいな感じ。 あるあるなんですね。あるあるです。でもなかったら寂しいかも、うん、こんなに言ってますけど、もうあれ一回見るとね。そういうことでね、必要な人や、私はやっぱり。必要な人かどうか分かんないけど、必要な場面かもしれませんけどね。いやね、まあ愛されてるってことや、みんなに。そう、ね、うん、そうね、うん、あれ苦笑い大丈夫かな、うんうん、セップナンバで行われたライブを見に行かせてもらった直後だから。そうですね、余韻が残ったのかもしれない。ああ、そんなことあったっけ。あ、全然記憶にございませんか。うん、あった、あったよ、あった、うん、あったよ。 急ランプも見ずに押し続ける方は。やった惜しい。明らかに尺オーバーだなっていうのがお客さんにも伝わるっていう。一番ダメ。よくない。裏でみんな待ってるだろうなみたいな。そんな失態をね、うん、起こしてたんですか。まあ個性のぶつかり合いですから、ね、そうですね、いいでしょう。、はい、そういうこともあるでしょう。そういうこともある、ね、まとめてくださってありがとうございます。さあ最近のメンバー行くと、福田さん、はい、めちゃくちゃツイッターが面白かったんですけど。え、面白いことありますっけ。いや、公式じゃねえ、公式だ問題。そうなんですよ、確かに。ちょっと本人から。いや、私あの、うん、ツイッター STO の中でも一番結構早めに始めてるんですけど、うん、今まで2回ぐらい公式マークがつくチャンスがあったのに、どっちでも弾かれてるんですよ。一人だけ。え、なんで、なんでなんだろう。それ申請するの、弾くってどういう状態。え、申請できるんですよ、なんか自分のツイッター社にってことだよね。そう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 、ツイッター社に公式っぽい記事とか送ると、認証リクエストが許可されましたみたいな感じで来るんですけど、はい、なんか非承認ですって来て。めっちゃ絵文字使うからじゃない。え、ありえんぐらい絵文字使うじゃん。そうなのかな、うん、あの、私多分非公式メンバーなんですよ。悲しいよ。メンバーっぽい感じなだけで、多分メンバーに近いただのファンなのかもしれないと思って。でしかもほら、もう公認された後の記事をさ、の作ってたら面白かったじゃん、あの。そうなんですよ。ヤフーニュースに載っちゃって、いや、これ、うん、これをツイッター社に送ってやろうと思います、次は。そうだよ、はい、確かにバズってんだから、うん、そうですよね。だって今週あの阪急電車の公式ツイッター中の人が同じよく、うん、同じようにその認証して、はい、結局認証されなかったっていうのが結構盛り上がってたよ。へえ、電車が認証されないんだから大丈夫だよ、まだ。阪急電車と同じレベルにいるってことですか。いや、そうでしょう。これは嬉しい。これは嬉しい。スケールで言ったらこれは嬉しいですね。でも結構認証されない人多いみたいですよ。なんか最近すごいされてない人多い感じしますね。うん、そうなんですよ。あ、そう、うん、まあ、ちょこちょこほらルール変わったりさ、はい、なんか見え方変わったりするから、その影響があるのかもしれないっていう、フォローしておきます。島野さんついてるんですか。ついてるわけないじゃない。え、認証送ってください、今度。いや、もうそれだってすごいやっぱ心痛いでしょ。めっちゃ痛いです。へこむでしょ。え、しかも1ヶ月ぐらい待った上での通知来て、飛び出してみたら、あ、みたいな。そんなに待たされんの。はい、なんかごめん、この話振って、さらになんか暗くなってきた、暗くなってきた。まずい。いつかゲットしたいと思います。ま、頑張りましょう。もう七夕の時願ったんで、公式マークが来ますように。ギンギラギンだ。さりげなくだ。いや、はいじゃないと思う。すごい。さあ、この間ね、はい、あの STU48 号に僕ギリギリ最後間に合ったんですよ、うん、おー、嬉しい。4月のタイミング神戸港に来ていただいて、はい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 、それが僕にとっても最初で最後だったんですけど、うん、ちょっと振り返って、うん、あの戦場型の劇場ってやっぱ一つのすごいビッグニュースだったし、うん、メンバーの皆さんにとっても思い入れもね相当あると思いますけど、片脇さん、振り返っていかがですか。振り返ってですか。やっぱりあの自分たちのシンボルがちょっとなくなってしまったみたいなのがあって、うんうん、寂しい気持ちはあるんですけど、うん、まあ陸に上がったっていうことなので、うん、陸で、うん、あの元あの ST48 号があ
ったそのいろいろな思いをこれからは陸で皆さんと一緒に楽しんでいきたいなって私は思いますよ。俺そんな難しい質問してないよね。今ガッチガチの取材っぽかったですね。なんか今日このセリフ10回ぐらい聞きましたから。しかもそうそうそう、いろんなところでずっと言ってたこれ。その割には言い慣れてない、ね。いつも同じテンプ、リクニーっつって。そう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 。リクに上がってっていや僕見たのがあのセルフィッシュアミティーズ。ああ舞台の方で。舞台を見たんですけど。ありがとうございます。あの時もオタクの門脇さんもやりたい放題ね。食いしん坊キャラの、ね、なんかしました私。一番最後そのなんかコンビで上下から出てきて、うんうん、ポーズ決めたり、うんうん、ハイタッチしたりとかしてお客さんに挨拶みたいなのがこうもう一回全部舞台終わったような後にやるじゃない、うんうん、はい、カーテンコール、ね、カーテンコール、うん、で門脇さんともしもちろんその相方の人いたんですけど多分打ち合わせしてたのに門脇さんが全然違う行動に出てその相方の人がもう置いてきぼりになってぐちゃぐちゃぐちゃってなった。すごい想像できる。いや、やりましたね。覚えてるでしょ。覚えてますそれ。俺もゲラゲラ笑ったもん。あなただけだったんだ、自由にやってたの。何したの。え、なんか一緒になんかお辞儀しようみたいな話をしてたんだけど、でもそれじゃないことを私はしちゃったの。なんかパーってパーみたいな、相手の子もキョトンっていう、えみたいな、これうまいのみたいななって、そう、あごめんごめんごめんみたいな。急にあの前回の振り返りを聞いて思い出したの今。そういえば、はい、ちょっと大人になったんだけどな。陸に上がるはずなんだけどな。陸に上がるんだけどな。自由だな。自由ですね。いやでもありがとうね、STU48 号っていうタイトルでファンの皆さんにもありがとうの感謝でツアーやって、でそっからもう日にが全然経ってない間もないタイミングでふうさん卒業を発表してさ、そうなんですよ、びっくりしたもん、あの時知らなかったし。そうなんですよ。じゃあ自分の中ではそういうちょっと違う思いもあって出てたんだね。そうなんです、いやそうなんですよ。どういう、そっか、そうなんですよ。私あのその舞台で卒業するキャプテンの子を止める役だったんですよ、うん、でも私はだけが知ってたんですよ、自分が卒業することを。それはそうでしょ。それはそうでしょ。なるほど。そうだから、うん、ちょっと複雑な気持ちというか、変にシンクロしてる部分もあったもんね。そうなんですよ、逆にシンクロしちゃって。そうなんですよ、ちょっとねいろんな気持ちでやってましたね、まあ、船も最後っていうのもあったし、うんうんうん、そう、感慨深い、感情高まるっていうかね。はい、え、例えば福田さんどのタイミングで聞いたの卒業するって。まあでもこのツアーが始まった時ぐらい。そうですね、ありがとうツアーぐらいで聞いたので。え、それってみんなの前でちょっと集合っつって、はい、あ、やぶしたからちょっと一言とか言って。あ、そんな感じ。そうです、あの、ライブ終わった後に、まあ、反省会とかいろいろして、うん、その後に私から一ついいですかって言って、私から切り出してみんなに集まってもらってステージ上で言いました。え、めっちゃ緊張しない。私もうその日、その日それだけが緊張してて、もうライブもままならないぐらい緊張して、メンバーファンの方に言うわけじゃなくてメンバーに言うっていうので死ぬほど緊張しましたね。それを聞いた時門脇さんどんなテンション、どんなリアクション。マジか、もう口開いてましたずっと、うんうん、今のか、あ、伝わらない。大丈夫、伝わらない。大丈夫だけど、大丈夫だけど、いや、え、乗ってたずっと。マジ意外、このタイミングとか。うん、で本当こんな感じです。おおみたいな。ハテみたいな。ずっと、うん。ハテな。え、じゃあどうなります？もし。あ、俺？ちょっと。もし聞いたら。僕ですか？メンバーで。あ、メンバーなんだ。メンバーなんだ。メンバーなんだ。メンバーで。大事な同期だとしますよ。大事な同期だ。じゃあちょっと言ってみて。私こうメンバーに先に言うんだけど卒業。あ、もう聞きたくない。もうちょっと待って、もういい、もういい。あ、まだ最後まで言ってない。いや、もう本当、卒でもちょっとダメ、もう私無理、うん、まだ言ってない。私卒業しようと思ってるんだ。胸が痛いな。すごい。ウィスパーボイス。肋骨に、今肋骨に来てる。
肋間神経痛になってる。大ダメージ。あ、まだ肋間神経痛になるほどのメンバーいなかったからよかったのかもしれない。一番受け止めてくれてるじゃん。そう、一番受け止めてくれてる。今めっちゃふーちゃん助けてくれてる俺を。なんやねん肋間神経痛。いやでも言葉にならないってわかる、うん、今ちょっとふざけようと思っていろんなパターン考えたんですよ、うんうん、でもやっぱちょっとふざけられんかったな。いやもう卒業しないでとも言えないから。そうだね、そう覚悟は分かるからね。そうなんですよ、どっちの気持ちも分かるから、うん、でも知ってほしくない気持ちもあるし、うん、でもするっていう前向きな気持ちも分かるんですよ、うん、だからの何とも言えないですよね、本人が決めたことだと。だってミュージックビデオで一緒にダンス合わせてさ、うん、ホテルのね披露宴の会場みたいなの貸し切ってジャージでさ練習してさすごいよく知って。次の日さ、そして MV で階段走ってさ、もうあれ分かんない、あれはすごかった。カメラマンがいるからちょっと隠れて待っててさ、服汚すのもあれだしみたいな、いろいろこう思い返すじゃない。思い返しますね、本当にいろいろありましたからねこの4年間。やばい、俺もメンバーテンションで今喋ってる。いやですね、さっきうーちゃんに言われたから。ワンチームです。まあでもその自分のバトンをこう託すとこもやっぱありますね、うん、2人にもね。いや本当にありますね、もう一緒に活動してきて、うん、なんか2人にも2人のこれからもすごい楽しみだし、うん、なんかそれぞれの違ったアイドル像というのがあると思うので、なんかそれが STU の一つのグループで交わる、これからどんどん交わっていくんだろうなっていうのもすごい、なんか自分が応援する側になるので見るのも楽しみだなって思います。ちょうどねこれ愛知県からラジオでもタツさんが、はい、推しメンの藪下風さんがもうすぐ卒業することはやっぱりすごく寂しい、でも卒業してもずっと応援しています。みゆみゆと福ちゃんは風にこの場を借りて何か言っておきたいことありますか。なんか返してないもの、あ、私が言いたいことある。あ、ごめん。整理しよう、どうしたどうしたどうした、どうしたどうした。いや、言っておきたいことで私も何かあるかなと思ったら、私あかりんになんか何ヶ月前にもワンピース貸してもらって、それずっと返してない。それ漫画の方、服の方、どっち。服今日ワンピース。えやばいわ、忘れてた。しかも返すねって3回ぐらい言ったもう。いやチャンスまだあるでしょ別に今日は、うん、思い出したよかった。いやでも帰ってこない覚悟はちょっとしてました。いや引っ越しの時に多分選別される覚悟はちょっとしてました。返すよ。それは何、趣味が合うからってこと。いやなんかお話し会かなんかあった時に、うん、なんか服ないんだよねって言って、あかりんなんかワンピースいいの貸してくれみたいな感じで。じゃあいいの貸したんだ。そうで、それで生写真は撮ってくれたんですよ。気に入ったのかわかんないです。そう、気に入って生写真も撮って、それで、で今はどこにあるのかわからないっていう。分かってないの。いや分かってますよ、分かってますよ。あのくしゃくしゃ、いやいやいやね、まあまあまあね、洗うよ。洗うから。洗ってもないんだ。洗ってるよ。洗ってもないぜ。いやいやいや、そんなことないよ本当に、うん、いやこれ赤い一人じゃないんじゃない、ないメンバーいろいろ借りてんじゃない、まだ。いやいやいや、そんなことない。余罪が出てくる可能性ありますよね。あるよね。いやいやいや、もうめちゃくちゃギルティ。いやこれだから質問は2人から2人からそれぞれ卒業する藪下さんにメッセージはないかって質問なのに。いや貸し借りの話じゃないわ。ちょうだいちょうだいちょうだいって言ってるよ。じゃあ借りパクされている福田さんどうですか。はい、そうですね、でも、うん、もう卒業するってことは言ったらもう無敵だと思うんですよ。ほう、だから言いたいこと全部言ってからやめてほしいですね。いっそのこと。なるほど、うん、そういうことか。今まで思ってたこととか全部全然言ってほしいし。なるほど。え、2人で言い合ったことないの。まあ口喧嘩的な。口喧嘩でも結構本音は最近だよね、なんか言い合えるんですけど、うん、でも、うん、ふーちゃんは結構いろいろ考えてることあると思うので、うん、それを全部伝えて私たちにこういろいろ成長させてくれると思うんで、その意見が。置き土産をちゃんと頼むよ。置き土産をしてほしい、うん、後輩とかにもしたいですね。確かにそれは、うん、もうふーの言葉がすごい響くから。うん、やばい、なんかちょっとどんどん重くなってきた。いやそれやそれぐらいすごいことですよ、卒業するっていうのは。いや嬉しい、うん、ずっと最前線で引っ張ってきてくれ、うん、くれた方なので。加藤さんどうですか、言いたいこと。私は、うん、まあ、最後にお願い。お願い、いいね、そういうのお願い。何でもやるよ。ある、何でもやる、うん、本当に言ってくれた、うん、いいよ。愛情が欲しいかな。パドゥン？パドゥン？愛情？愛情が欲しいかな。それ形にした方がいいの？言葉にした方がいいの？あ、ちょっと今はじゃあ言葉で、後ではじゃあ形を。っていうことは愛情あんまり感じてないってこと？あのやっぱこう
あ、まあ確かあんまりね、一緒になんかどっか行ったりとかもさしないじゃん、うん、やめてよ、仲悪いみたいじゃん、やめろよ、やめろよ、その空気微妙じゃん、結構一緒に同じ関西勢なんだぜ、頼むぜ、一緒にいることは多いね、淡路島と大阪なんで、はい、一緒にいることは多いんだけど、時間はね多いけど、そうそう、プライベート私がねあんまりメンバーといないから、プライベートあんまいないから、ちょっと今まで私に思ってたこととか、おっしゃったら、そうですね、ちょっと愛情で頼みます、なんかちょっと愛情で、はい、包み込んで温かくしてからちょっと言って、温かくして、うん、いやもうみゆみゆは本当に優しくて、うん、もうなんか周りのことも見れるし、うん、ダンスも上手だし意見もできるし本当にすごくいい子、うん、いい子だけど、だけど本当にやめてほしいことがある。お、何ですか。え、指を噛まないでほしい。あの爪で跡をつけるのもやめてほしい。え、指って自分のじゃなくて、はい、人の指を噛むの。人の指、しかもなんか可愛いとかのレベルじゃないんですよ、子犬とかのじゃない、あの大型犬なんですよ。本気のやつ、いてーってなるやつなんですよ。それでも愛情表現でしょ。そうです、もう好きだからこそ愛情表現、形に、うん、あの歯型として送りたいなと思って、お互いに、はい、やべ、自分がやってその顔やだな。こんだけさ愛情表現言われたらさ、ちょっと福田さんも欲しがるんじゃない。いや愛情いらない。いやいや、言葉よ。言葉ですか。あ、博多以外で、博多以外で、あかりにもちょっと愛情の言葉残した方がいいんじゃない。そうですね、あかりん、あかりもでも本当に、うん、すごい、人の意見も聞けるし意見も言えるし、なんか自分の芯っていうアイドルとしての像をすごく持ってて、本当にアイドルとして尊敬する部分がめちゃくちゃ多いんです。だけど、だけど、うん、自分の意味のわからない動画をエアドロップし勝手にしてこないでほしい。しかも意味、壁一枚隔ててとかでしてくるから誰から来たかわかんない最初。怖かった、初めて来た時。そうなんですよね、落書きとか承認欲求がえぐいんだね。そう、うん、そうだ、ふーちゃんに、そう、隣の部屋にいる時とかに、ふーちゃんにエアドロップで自分の画像とか送りつけるんですよ。怖いですよ。しかも変な動画でしょ。しかも猫の、動画もあるし、猫のお尻とか言って送りつけてくるんですよ。もう猫とか歯型とかそのばっかり、動物的な2人、変なことですよ。野生 STU 動物園、ね、STU 動物園だ。何を PR、 瀬戸内を PR しなさい。いやでも仲睦まじい、もう可愛いね、はい、一個一個そういう思いを来月のこの神戸のコンサートまでに、そうですね、また届けると。どうしたのよ今、なんとか無理やりまとめようとしてたから、ちょっと黙っててよ。何、すごい個性の塊だなって。もうあんたよ、あんたよ、ヒットヒット。8月8日卒業コンサートです。無理やり行った。あ、一応言っとく、生放送だからこれ。そうです、編集点じゃないですよ。まずいまずい。10時38分です、はい、卒業コンサート、はい、神戸国際会館国際ホール、はい、フーがいたこと、はい、これはどうですか。もう1ヶ月切ってますよ。そうですね、うん、もうセットリストも出来上がって、はい、メンバーにも渡してて、なのでもう、まあ、自分が楽しむっていうファンの方に楽しんでもらうっていうのはもちろんなんですけど、メンバー自身にも楽しんでほしいなっていうふうに思ってるので、こうなんだろう、楽しい笑顔いっぱいの卒業コンサートになればいいなと思っております。伝説になりそうっすね、なんかね。いや、したいですね、うん、初めての一歩、うん、もう卒コン初めて STU、うん、STU で、うん、もう泣いて歌えないんじゃない。いや、実際問題3人ともよ。いや、でもふーちゃんは笑顔印なので、そうだね、STU の、うん、そんな笑顔印が涙見せたらもう伝染するよ、みんなに。やられちゃうよね、それ、うん、それやられちゃう。やられちゃう、うん、やられちゃう。2人を泣かすことを目標に。待って、絶対泣かない2人じゃない。絶対泣かない2人なんですよ、この2人。泣かないよ、もうトップクラスで、涙腺が結構強いんですよ。涙腺強い、涙腺強いんですよ。自分の生誕祭でも泣いたことないもん。しっかりネジ締まってるタイプなんで。すごいな、緩めていただきましょう、はい、でさらに直前ですけども、今月30日には写真集出ます、うん、おめでとう、ありがとう。やぶしたくるさよならの余韻、はい、もうちょっとなんか何枚か写真もね、
はい、なんとなく皆さんの目にも映ってるかなっていう感じで、うん、そうですね、はい、今回みんなと作る写真集ということで、こうファンの方からここ行ってほしいだったり、こう思い出の地だったり、こういうふーちゃんといえばこの髪型だよねとか、そういうのを結構アンケートで取らせていただいたので、こう皆さんが求めてた、見たかった今までのウブした風とかも見れるんじゃないかなと思うので、ぜひ見てほしいなと思います。楽しみ、はい、いっぱいで余韻を引きずって8月8日のコンサートに、そうですね、つなげていただいて、生ふーちゃん見に行くっていうね、はい、いいかもしれないですね。持ってくんじゃないこの声を持ちながらちょっと怖いなちょっと怖いかもしれないさあ瀬戸内 PR 舞台として、うん、まあね、それぞれいろんな活動してますけど、はい、福田さん、はい、まあちょっとコロナ禍でやりたいこともできないような状況もあると思いますが、うん、はい、どうでしょうか、この下半期以降ね、こんな感じでやっていきたいなとか、はい、そうですね、でももうせっかくファンの人に投票してもらって選んでいただいたので、まずは有観客での定期公演を開催して、うん、はい、投票してくださったファンの方に一人でも多くの方に生の私たちのライブを届けたいですね。届けたいです。いや、以下同文やめなさいよもっと違うニュアンスでやりなさいよ続けたよ ね大阪とかも来たい。あ、ぜひですよ、それはね。どうですか、 PR したいこと、こういう感じでやってみたいなって。こういう感じでやってみたい。あれ、難しい質問してる難しいなと思ったらもう一回陸って言ったらいいから、陸に上がって陸に上がってるんだよ私たち。だからもう羽ばたくしかないですよねもう陸じゃないじゃん、羽ばたいたらそうだった誰が陸海空でやれって言ってんの。そういうコンセプトじゃないよ、こういうセンターなんですよ。ピアノ舞台のセンターがもう羽ばたいちゃうんですよ。だから周りが両サイドから押さえて足引っ張ってるです。身内が足引っ張ってる。そう、行かないでって。ふーちゃんもなんか卒業できないですよこの後だと。本当に不安だわ可動機ごめん、可動機不安だわ。ごめん本当、ごめんしか言えない。大丈夫って言わないもん、任せてって言わないもん任せてって言えない言えない。でもそれぐらいはっちゃけた方が、うん、卒業した後もこうニュースがね、うん、そうですね、バーッと伝わるって状況いいかもしれないですよ。楽しいです本当に、任せて、うん、ほら出た任せるよ。じゃあ絞り出すように任せて出ました。頑張って頑張る、頼んだ。じゃあ最後にですね、やぶしゃふーさんから、はい、STU48 のメンバーとして、はい、ぜひメッセージを届けていただきたいんですけど。はい、そうですね、こう聞いてくださってる方もそうですし、こうたくさん STU48 でなんかいろんなものを培ってこれたなって、自分自身の成長にもなったと思うし、まあ自分だけじゃなく、これからの STU48 っていうのは、こう船がなくなってしまったけど、本当に逆境というか、逆にここからどんどん STU48 のメンバー一人一人が進化していくなっていう風に自分を見つめ直すとかだったり、そういうのもあると思うので、これからのメンバーの活躍をずっとずっと見ていてほしいなって思います。よろしくお願いします。これよこのメッセージが BGM とぴったり合ってんだから素晴らしい思ってよ、おいおい素晴らしいよ君はあんたが言うやつや2人は今後も来るよりいいですかお願いします、お待ちしてますよ、はいじゃあ最後1曲、曲紹介お願いします。はい、はい、それでは一緒に言いますか、うん、一緒によ、一緒に、はい、それではせーの、瀬戸内 PR 舞台で僕はこの海を眺めてる言った言った大丈夫言ったこの時間ゲストは STU48 ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。人間関係得意な方じゃなくて、STU48 シングル独り言で語るくらいならに入っています。瀬戸内 PR 舞台で僕はこの海を眺めてるでした。最後海の音が聞こえてましたね。今日は藪下風さん、門脇美優奈さん、福田あかりさん、3人に登場いただきました。3人のサインが入っているポラ写真を1名の方、そして来月8日のコンサートで卒業する藪下風ちゃん1人のサイン入りポラ写真というね、2タイプ撮っていただきましたんで、ここからプレゼントのエントリースタートです。どちらが欲しいか必ず書いてくださいね。メールは str@abc1008.com、 ツイッターは @str933 @str933 でお待ちしています。 CM の後はスーパービーバーからのメッセージ。